岡上菊江は日本の社会福祉活動家。高知県高知市の児童養護施設である高知博愛園の初代園母。40年以上にわたって恵まれない子供たちの保護と育成に尽くし、明治時代から昭和時代にかけて社会事業に一生を捧げた土佐具城外本町出身。父は土佐山内市のご定位である岡上樹安。母は キアンの妻の坂本乙女とする説と、キアンの蕎麦目である、久門吹きとする説があり、前者であれば秋暮は、乙女の弟である、坂本龍馬の命に当たることになる。1867年、土佐城外、本町の岡上家に誕生した。同年に、父のキアンと坂本乙女が離縁したが、乙女は1871年頃まで、岡上家の出入りを許されており、 菊クは、乙女の父で育った。岡上家と坂本家はすぐ隣同士ということもあり、菊クも幼少時より、乙女の家に出入りしていた。1871年に、菊クの兄が14歳で創生した。ついで同年に、父の起案も死去した。岡上家には他に男子がおらず、長女である菊クが、岡上家の後取りとなったことで、寺子屋入りした7歳の頃より、 乙女の厳しい教育を受けた。その教育の内容は、学業に加え、武術、馬術、水泳などであり、時には、真夜中に、乙女が黒覆面で、寝床の菊絵を脅かし、士族の娘としての菊絵の度胸を試すといった、精神面での教育もあった。この教育は、乙女がかつて弟の龍馬に施したものであり、男のすることで女にできないものは何もない、今に、 男女共に同じ仕事をする時代が来るが、乙女の持論であった。しかし、岡上家には、菊江の祖母の死も、乙女、吹き、菊江、吹きの実施である正江の、女ばかり五人だけが残された状態であった。これは、当時にしてみれば、一家り山も、同然の状態であった。土佐藩主の山内陽道は、木安の主君であると同時に木安と信仰があり、その三内が、 紀安ンに次いで1872年に死去をしたことも、岡上家への打撃となっていた。親族会議の結果、1875年、岡上家は、屋敷と上田を売って、金に変え、菊クは、下と吹きと共に、紀安の兄、菊クの叔父の家の触覚のみとなった。菊クが、叔父の家のある鏡町三北村に立つ際に、乙女との別れの悲しんで泣き叫ぶと、乙女は、 自分とマサイの似顔いを和に描き、寂しい時にはこれを見るようにと渡した。菊江は毎日のようにこの絵を見て涙をこらえていた。菊江たち一同はおじの家で労働力として利用された。菊江は9歳の頃から毎朝4時に起床、米付き薪割り、農業。その後に登校し、学校を終えて帰宅後も、縄ない、俵網、わらじ作りと、 わずかの休みも許されない生活を送り続けた。仕事の後は、おじの肩もみ、就寝前には、市内で数百回の素振りの日課を強いられていた。食事は、朝は、わずかの米粒が混ざった芋がゆ、昼は、芋や大根の葉の混ざった麦飯、晩は醤油かすの雑水という、粗食の毎日だった。副食は、梅干しとたくあんのみで、野菜がつけばごちそうの部類で、 魚類を口にできるのは正月と歳時のみだった。もっとも当地の食料事情では戦後でも豆腐を買った程度で羨ましがられたといい醤油かすを口にできた菊江はまだ良い方との声もある。それでも岡上家の食事ではお頭付きの魚が当然だった菊江にとっては辛い毎日であることには変わりなかった。当時の生活を NHK ドラマ おしんそこのけの新さんとする声もある。そうした生活の辛さから、菊江は後に、じっちょで、頻繁に乙女のもとを訪れたと表している。岡上家とおじの家では、往復50キロメートルの距離があり、履物といえば、竹の皮や藁の時代に、頻繁にその距離を往来したことから、菊江の思いの一年が忍ばれる。1879年の乙女の死去に際しては、菊江は、 乙女めきの知らせを耳にし、彼女のもとへ向かったものの、これら流行による交通遮断のため、乙女を見取ることは叶わずに終わった。乙女との死別により、菊くは、孤児としての悲しみを知ることになった。1882年に、祖母の下が死去した。菊くはそれを機に、町に出て、勉学に励みたいと決意し、叔父に申し出た。 キクエラを労働力とみなすおじは当初は許さなかったものの、キクエの固い決意の前に折れた。キクエは、吹きとともに、おじの家を出、高知の南新町に家を借り、新たな生活を始めた。おばの行為で家賃と米代をしのぐことはできたが、それ以外の収入は皆無だった。キクエたちは、裁縫、新仕事受けたまわりますの看板を掲げ、紐作りの内職や、 縫い張り仕事の手間賃で、爪に火を灯すような生活を送った。1888年、アメリカ人宣教師のアンギー・ダウドが、高知英和女学校を開校して、生徒の募集を始め、菊江はここへ進学を決めた。かつて吹きから、父の義案が隠れ切りしたんだと聞いていたことから、その教えを極めたいとの思いもあった。菊江は、父の影響に加え、この学校の教育により、 慈愛精神を深めていったと見られている。しかしおじはこれを幸いに、菊江が異教徒になったとの理由で仕送りを停止した。不運は続き、吹きが病床のみとなってしまった。憧れて入学できた高知英和女学校は1889年、わずか7ヶ月で退学せざるを得なかった。なお退学の直接的な理由は吹きの病気だが、他に、 授業の多くが英語で、レベルが高かったこと、名家の女子たちが多かったことなども理由に挙げられている。菊江は生活費と不きの治療費のため、友人が芸妓として人気を呼んでいたこともあって、かつて乙女に習った、三味線と琴の腕を活かして芸妓になろうと考え、あちこちの老格を訪ねた。しかし実際の芸妓の生活の辛さを知って、思いとどまり、教員への道を目指した。これには、 以下の諸説がある。教員を志した菊栄は、自ら遊戯道具を売り払って、不きの薬と参考書を買い求め、不きの看病の傍ら、神本和数に勉強に明け暮れた。折しも当時は、小学校教員は、向上的に不足していたため、授業生であれば学歴がなくとも、学力検定試験で資格取得が可能であり、新聞史上でも、 教員募集の広告が頻繁に掲載される時代であった。1889年第6回小学教員学力検定試験の日、菊江は受験料も確認せずに受付先の高知県庁へ向かった。受験料は50銭であり、菊江はその半額の25銭しか持っていなかった。さらに合格時にはそれに加えて1円が必要だった。菊江は 当時の学務課長に面会を求め、休場を訴えて、合格したら、倍にして返すと、受験料を値切ることを訴えた。県庁創設以来の陳事ではあったが、学務課長は、菊江のあまりの熱意に、それを受け入れた。菊江は、受験料50銭の倍の1円に加えて、合格時の1円、経営2円を区面するため、経営義として休職していた先のおかに、 着物の仕立ての仕事を求めた。同1889年、菊江は検定に合格した。菊江は約束通り2円を持参して学務課長のもとを訪れた。学務課長は心よく2円を受け取りつつも、自分からの喜びと言って、孤児する菊江の手にその2円を握らせた。菊江はこの恩義を後々まで忘れることはなかった。1890年4月。 菊クは五大山人城小学校に赴任した。当時の菊クは、授業生であり、後に言うところの補欠教員にあたる。そのために、月給は少なく、生活は依然として楽ではなかった。その後、菊クは、約20年にわたって、高知県内の9つの小学校を歴任した。その間の私生活では、1886年3月末に、 高知県上郡ビラフ村の井の尋常小学校の校長を務めていた安岡英吾と結婚し、同年から1908年までに二男三女の子宝に恵まれた。英吾は無効用紙のため、聞く絵は改正していない。教員時代の子供たちへの支援1900年、秋郡の秋代に尋常小学校に転任した。ここでは不登校の子供が非常に多かった。 菊江は事情を知るため、自ら家庭訪問に出向いた。貧乏な家が多いとわかると、夕食時の訪問には家の負担にならぬよう、自ら弁当を持参し、自分の食事をその家庭に分けた。次第に、それらの家でも子供たちに人並みの勉強をさせたいにも、かかわらず、実際には子供たちが、労働や下の子供たちの世話を強いられていることが判明した。菊江は、 自身の幼少時の辛い生活や学問を始めた時の喜びを思い、彼らに学問の大切さを説いた。菊江の努力は実り、親や子供たちは次第に心を開き、登校する子供たちは増え始めた。生活苦にあえぐ家庭の子供たちのため、菊江は自宅の着物をすべて仕立て直して配布し、自宅から食材を持ち込んで、学校で調理して食事を与えた。 教科書を変えない子供のためには、自らノートを買い込み、教科書を筆写して与えた。入児を背負って登校する子供もいたため、自宅から布団を持ち込んで、教室で入児を寝かせた。教育現場の指導、監督役である私学が参観しに来ていたある夏の日、いつものように、子供の一人が入児を背負って登校していた。その入児はいつもは静かに教室の隅で寝ていたが、 この時は激しく泣きはめえた。菊江は意を決して乳児を抱き、胸をはだけて父を吸わせた。私学は、菊江の授乳姿を見て、オンシャー、名前は誰ことは、と激怒したが、菊江は彼を見向きもせず、お鏡菊江と申しますと答えたのみで、平然と授乳を続けた。私学は、校長室へ駆け込んで、学生発布以来の大不祥事である。と激怒したが、校長は、 私学の怒りに驚きながらも、岡上先生には何も言えんとの思いで、村人たちや子供たちから信頼されている菊江を、たたえた。この一件で、菊江の存在は、高知県内の上層部の教育者の耳に届くまでになった。この秋来に尋常小学校の在任期間は、菊江の約20年間の教員生活中のわずか1年程度に、過ぎないが、菊江にとっては、 非常に印象的だったようである。生徒の親たちは、口事する高知博愛園の不妊を知ると、菊江に学校に泊まるよう懇願したが、菊江が、この生徒たちよりもっと不幸な子供がおり、私はその子供たちに尽くしたいと説くと、親たちは納得し、その仕事には、先生が適任者。先生のことは、生涯忘れませんと菊江を激励し、菊江を涙させた。 菊江が秋を船で立つ際には、村民一同が見送り、その一人の船にどうかを投げ入れると、それを合図にしたごとく、再戦のように多くの効果が船に投げ入れられたと、菊江が後年に、実著で十回している。村人の一人は後に、岡上先生ばあ、わしらあおやしべんと付き合うてくれた人間は、誰っちゃあおらざったと振り返っている。なお、この、秋のような、 恵まれない子供たちの受け皿として、高知に施設の育児園が明治30年代頃より存在していたが、子供を養育する団体として正常に機能しているとは言い難い状態であった。岡山県には、孤児たちの父とも言われる石井十字による岡山孤児院があり、菊江は密かに、岡山の孤児院で働きたいとの考えを抱いていた。 1900年、内務省による第一回管下救済事業講習会開催を機に、施設の事前事業を救済して組織化する動きが日本全国で始まった。その一つとして、翌1901年、高知県でも高知事前協会が成立した。その理事長であった民権家の北村博士は、菊江の評判を聞き、秋町第2小学校に菊江を訪ね、 高知博愛園への赴任を依頼した。北村が菊江を知ったきっかけは、北村の血縁者が私学を務めていたことから、戦術の授乳の件が、北村の耳に入ったか、または、高知県会で、高知博愛園の話題が出て、同園にふさわしい人物を探し求めた末に、菊江にたどり着いた、などの説がある。北村は菊江を訪ねた際、菊江を園に迎える真意として、 女子師範デで,で訓導となった教員は、月報が高いが、菊江は、自力で準訓導となったために月報が安く、高知事前協会も予算が少ないために、金のかからない人物を選んだと語った。菊江にしてみれば失礼極まりない話だが、菊江は、北村の正直さを気に入って、この話を愉快に笑い、白愛縁入りを決意した。高知事前協会の成立には、 菊江の父の紀案の主君である、土佐山内氏が関連していることも、菊江の白愛縁入りの理由の一つであり、教会の初代回答は、山内とよかげ、白愛縁の縁者は、山内藩元家郎の邸宅を利用したものであった。両親の縁に薄く嘆きたかつて我が身を顧み、ここの縁児たちの身の上が、人とも思われず、またこの園児たちの身の上が、人ごととも思われず、またこの園のの創立が急音ある山内家の慈悲氏により、 出たものであることを思い、私は、毅然として天よりの使命を感じたのでございます。岡上菊江、34人の解雇、竹井2003ビット、P205 より引用、菊江の白亜園入りの決意を聞いた夫の英語は、三女の治癒がまだ乳児だったこともあり、自分らの家庭が犠牲になることを恐れ、一度は反対した。しかし菊江は反対意見を耳にすることで、 帰って白愛縁入りの決意を固くし、場合によっては離縁してでも、とまで考えた。英語は、菊江の強い決意を前に、白愛縁入りに同意した。1902年4月1日、高知事前協会の育児院員が、高知白愛縁と解消するとともに、菊江は、白愛縁の初代縁母,母として赴任した。当時はすでに、35人の子供が収容されていた。 一般的に白衣園のような施設は、孤児院と呼ばれるが、親を亡くした孤児より、むしろ、病気、貧困、入り患など、親に、問題のある子供の方が多かった。清潔の励行を聞く絵は不妊早々、園内のやばっちさと、子供たちの不健康さに驚愕した。服はボロボロで、肌は赤にまみれ、ジンマシンのような、吹き出物。 さらに半数以上はドラコーマにラカしており、真っ赤にただれた目から絶え間なく、涙を流していた。明らかに結核とわかる子供もいた。キクエは、医師であった、キアに譲りで、ある程度の医学の知識を持ち合わせていたため、これらの病状をいち早く見抜いたのである。しかも園内は、非常に不潔で、飲み、しらダニの巣も同然であった。キクエは不妊直後の三日間、 食事の時間以外は、休むことなく雑巾がけに励んだ。当時、菊江の他の職員は、事務員とまかないふのみであった。子供たちも次第に手伝い始め、やがて、子供たち全員総出での大掃除となった。子供たちに、清潔を教えることから始めた菊江は毎日、毎日、その掃除し、夜は子供たち全員を順番に入浴させた。浴場が狭いため、 10回ほどの入れ替えが必要だった。洗面、歯磨きの習慣もつけさせ、体操も励行した。最も大変だったのは、衣類の洗濯であった。洗濯機もろくな洗剤もない時代、洗濯は、悪の汁と、洗濯板の手作業であった。何度洗っても洗濯物の山は減ることがなく、洗濯板の波状の段はすぐにつるつる溶かした。洗い上がった衣類は、年長の子供が、 リアカーや天秤棒で鏡川へ運んですすぎを行った。子供が寝召便をすれば布団は鍋で煮沸消毒して庭に干した。朝5時から繕いものを終えるシニア1時まで菊江の仕事が途切れることはなかった。菊江が先頭に立って清潔を励行したことでやがてトラコーマは一掃された。子供たちが通学していた小学校の教員たちは 日増しに変貌してゆく子供たちの姿に目を見張った。結核に羅漢した子供は、当時は結核が不治の病気と恐れられていたことから、隔離されて孤独な生活を強いられていた。菊江はその子供を自分の部屋に連れ込み、石塚作業の推奨する食事療法を根気よく続けた。子供は9ヶ月で全開し、後に、競技で独立することができた。 白愛園近くに結核治療で知られている病院があり、そこの院長が患者たちを10中89治療できるとして、菊江を看護婦長の役職に誘ったほどだった。また菊江は園内の子供たちに一般家庭と同様に、定裁の整ってしわひとつない立派な服を着せたいとの一心で洗濯物に大量に洗濯のりをつけることを好んだ。 海苔は食事の際に余った飯を用いた。こうして菊江が洗濯海苔で仕上げた服は、確かにしわ一つない綺麗な仕上がりであったが、実際のところは海苔の付けすぎで服が硬くなって動きにくいとの声も多く、菊江の実施も菊江の海苔好きには並行していた。白愛園の子供たち菊江は山のような洗濯に加え、日常生活の監督、勉強の監督、 夜間には就寝の監督と夜行事の取り扱いと24時間体制の養育を行っていた。それは決して名前優しいものではなく、平成期以降には想像もつかないような過酷な労働であった。子供たちにも中には様々な事情を抱えた者たちがいた。1919年に刑務所に服役中の女性が産んだ少年が入園した。 菊江が優しく迎えようとしても少年は怯え、街中では初めて見る電車に驚いて気絶し、菊江が抱いて寝ようとしても一向に懐かなかった。菊江は液晶を暗示、髪と着物の色を囚人に似せてみせると、少年はようやく菊江に懐き始めた。少年は5歳で出所した母に引き取られたものの、犯罪者の子として辛い日々を送り、母に工場で売られた。後に、 会社員として勤めることができ、休日ごとに母を探し、貧民街で小敷に落ちぶれている母に再会した。母は更生し、息子に連れられて、菊江の元を訪れた。この母は息子に救われた恩義を涙ながらに語り、菊江を涙させた。頭壁の激しい13歳の少年がいた。この少年は園内のみならず、近隣の家からも盗みを働き、 その肉状が相次いでいた。ある時に菊江は、少年がタンスから金を盗もうとしている場を見つけ、少年が本を買いたいと言い訳すると、菊江は叱るどころか、タンスの中のありったけの金を出して買いに行こうと誘った。数日後、少年は二度と盗みはしませんと詫び、以降は模範児童に一変した。退園後は商店に勤め、模範店員として、 天守の信頼を集めるようになった。5歳の時に、ママ母の仕打ちから逃げ出し、山中に潜み、人里から食料を盗みつつ、野生動物たちと共に7年間にわたって生き続けた少女もいた。菊江はこの少女と共に入浴し、学問や料理などを教え、彼女を抱いて寝た。少女は後に結婚して8人の子宝に恵まれ、菊江の恩義から子供たちに、 決して高チに足を向けては寝られんと言っていた。戦中に高チが爆撃にあった際は大量の食料を持って半日がかりで菊江のもとを訪れた。死の床に着いた後には病床から起き上がって正座し高チの方角へ一礼して絶命したと伝えられている。彼女の変貌ぶりに驚いた人々が菊江に養育法を尋ねると菊江はまななくして 何の教育ぞとは誠に輝く真理でございます。愛と理解こそ人間教育の最も優秀な武器でございます。と答えた。白愛縁の子供らが、孤児、孤児、親なしっこ。といじめられると相手の家へ出向いて節油した。親と離れ離れでも頑張る偉い子供らぞね。人は皆、平等、同じでしょうが持論であった。園内には胃腸の木があり、菊絵は、 銀南の身を拾っては、よく、ここの子供たちは、この身と同じ。汚れた皮を取れば、綺麗な心が出てくると話していた。菊江と町の人々、菊江の慈愛の心にすがって、家族ぐるみで助けを求めてくる人々もいたが、菊江は迷惑にも感じずに、救いの手を差し伸べた。大縁生たちの縁者の他に、見ず知らずの人々もいたが、菊江は区別することなく、世話をした。 焼き芋の屋台を買ってもらった女性、行商のための元金を世話してもらった男性もいた。そうして商売に成功した人々が後に金の返済のために菊江の元に訪れても菊江はそれを受け取ることはなかった。相談時に訪れた老婆が風邪をひいていると知るやわずか二着あるだけの自分の肌襦袢の一着を迷わず着せたこともあった。救いの対象や 犬や猫など動物にまで及び、一時は、ソノが動物病院同然と化したこともあった。細い体で献身的な活動を続ける菊栄は、いつからか町の人々から、白愛縁のおばあちゃんの呼び名で親しまれた。ソノの子供から、先生と呼ばれると、ちゃんは今、私を先生と呼んだように聞こえたけど、私は先生じゃのうて、おばあちゃん、おばあちゃんですよ。 そう呼んでちょうだいと返していた。買い物先の店の帳簿でも事前協会のおばあちゃんの名で通っていた。この呼び名は、菊江が1922年に生まれた孫からおばあちゃんと呼ばれ始めたことがきっかけと伝えられている。いつ頃からか私のことを子供たちはおばあちゃんと呼び始めました。おばあちゃんというのは今では私の固有名詞でございます。 どこへでも白愛縁のおばあちゃんで通るのでございます。私は先生ではなく子供らの肉親なのでございます。子供等のご世話いただく国民学校の先生方も市場の主人も私をおばあちゃんと呼ぶのでございます。お鏡菊三34人の解雇、竹 2003A ピアニッシも184から185より引用。 菊江のために食べ物を残しておき、菊江が買い出しに行くと、決まって、ほら、持って行きやと渡してくれる店も多かった。子供たちが、下駄の花をよく切るために、花をの修理を無償で引き受けてくれる下駄屋もあった。牛乳店の新人の店員が、菊江の付けを集金して、店に帰ったところ、店長から、あのおばあちゃんは、自分で飲むのではなく、子供たちに栄養をつけさせるために飲ませている。 首相な人だ。そんな人から二度と集金するんじゃない。とひどく怒られたという話もあった。1924年2月に夫の英語が肺炎で死去し、夫の収入が途絶えた後には、菊江は氷菓子に通って借金を申し込むようになったが、氷菓子の主人も菊江が社会のために尽くしていることを知り、返済のことは気にしなくてもよいと言っていた。 後の1941年に三女の千代が、この借金の事情を知り、当時の自分の収入をやりくりして未成返済に行くと、主人は返済には及びませんのにと、同情気味に返済金を受け取った。寄付金を募るために、1922年から主な街角に同情箱が設置されていたが、寄付は微々たるものであり、皆無の月もあり、盗難もあったため、後に廃止された。 かつて在籍していたコーチ和は女学校の創立者であるアンニーダウドとは在学当時の交流はなかったが、白愛園に勤めた後は互いに尊敬し合う仲として深い交流を持った。キクエが風邪で寝込んだ際にはダウドが食事を持って見舞った話もある。またダウドが1901年に女学会を開いた後にはキクエは大遠生の入会を相談したりもしていた。 旧品救済、老人介護コーチ事前協会は、その育児事業が安定したことにより、1918年より、貧民救助、1920年より、老衰貧困者の救護を開始し、旧品救済事業に着手した。菊江はこの事業の監督責任も務めた。協会の敷地内には平均して5人、6人の貧民や老衰者が住み、中には、精神錯乱や地方といった、 世話のかかる者もいた。部屋中を散らかしたり、排泄物を壁に塗って汚したりと周囲を困らせる者もいたが、菊江は平気な顔でどんなことにも心を尽くして世話をしていた。戦術のように菊江が多くの人々に頼られたことは、この事業で菊江の名が高まったことが理由の一つに挙げられている。1932年には救護法志行とともに、 高知博愛園には養老部が併設された。大正時代から老人たちの世話も手がけていた菊江にとってこの養老部は老法であった。養老部には身寄りのない老人たちが収容され、その中には地方性の老人や精神障害者も含まれていた。寝たきりや心を病んだ老人たちも多かったが、菊江はそうした老人たちの介護にも尽くした。1942年。 日本が太平洋戦争に突入した後、老人たちのために作国力がなくなったとの理由で、高知博愛園の養老部は廃止された。この10年間で、菊江が世話をした老人たちの数は、延べ1000人以上の数に上った。戦中貧しいながらも楽しかった高知博愛園の生活は、第二次世界大戦の勃発により一転した。戦時下の食糧事情の影響で、 高知博愛園もまた食糧難にやいだ。菊江はリヤカーを引いて近隣の農家を回り、売り物にならない野菜をもらって、そのの食事をしのいでいた。菊江のアンは上郡、阿川郡にまで及んだ。日用品の購入のためには、菊江は七夜にも通い、七草が尽きると借金もした。やがて太平洋戦争の戦火が高知にも及んだ。 終戦間際の1945年7月、白愛園の子供たちは何人かは疎開していたが、疎開先の決まらない12人の子供が園に残ったままであった。同1945年7月4日、高知は高知大空襲に見舞われた。この当日の午前1時ごろ、菊江は12人の子供、白愛園の職員や家族たちと共に、園の庭にある防空壕にいた。 アメリカ軍の軍用機である B-29 の編隊が飛来して、波状攻撃が始まり、爆音が周囲に響き始めた。ゴーの子供たちは泣き叫びこそしなかったものの、恐怖に身を震わせ、青ざめた顔を引きつらせて、息を潜めていた。菊江は、将来のある子供たちを自らの命に変えても守り抜く決意を固め、子供たち皆を抱きしめ、大丈夫。 おばあちゃんがついている、おばあちゃんはここぞねと励まし続けた。まもなく焼夷弾が落ち、白愛園にも火の手が迫った。菊江は、園を守ることも大事だが、それ以上に子供たちを守り抜くことが大切と考え、子供たちと共に豪を出て、近くの神社へ逃げたが、その神社も燃え始めた。菊江は休憩する暇もなく、耳を咲くような豪音、燃え上がる火の手にも臆せずに、 子供たちを誘導しながら避難した。やがて鏡川に着いた菊江は、子供たちを引き連れて川を渡った。川の水深は1メートルほどであり、小柄な菊江は胸まで水に浸り、まして子供たち全員が渡ることも容易ではなかったが、菊江は川幅に臆することなく、子供たちの手を引いて鏡川を渡り切った。こうして菊江は、12人の子供たちを1人の犠牲者も、 一人の怪我人も出すことなく守り抜いたのである。後に一同は地人宅に避難して食事を振る舞われたが、菊江は子供たち皆を守り抜いたことと人の情愛に触れたことに涙し、食事が喉を通らないほどだった。空襲後の高知市内は焼け野原と化し、白愛園も完全に焼け落ちていた。菊江は家が焼けたらまた建て直したらえい。 おばあちゃんはまだ生き中期と言った。園での生活が不可能になったため、捨てをたどって、子供たちを方々へ疎開させた。菊江もまた、高知を去り、大園征の家を頼って、疎開生活を送ったが、子供たちが帰ってきた時、私の姿が見えないと、どんなに悲しむことか。園に帰りたいと、終戦を待たずして、高知へ帰郷した。 戦後同戦1945年8月15日の終戦から約半年後、菊江はいずれ白亜園へ戻ってくる子供たちのために復興に取り掛かった。手元にあるものは白亜園の焼け跡から掘り出したわずかの調理器具類、軍から払い下げられた食器類や枚数の足りない毛布のみであった。子供たちも次第に疎開先から戻ってきて復興作業を手伝った。 当時の生活といえば、実に、惨めなものであった。中学生であった私もよく手伝ったが、カワウオの好きであったおばあちゃんが、イチョの木の下に焼け石を置き、焼き曲がった鍋に焼け跡で作ったナスなどを入れ、おかずにしたりなどしたものであった。当時の高知白愛園の子供の一人、竹井2003ビット P314 より、引用よ九1946年5月2日、 白愛園は復興した。建物は戦前の軍事援護団体の施設であった高知市内の建物を借り受けた。後には高知市、東熊の建物を改造して移転し、その運営した。9月には再び子供の受け入れが始まり、秋頃には7人の子供が暮らしていた。復興後の子供たちの何人かは後に、焼け跡の頃とは異なる楽しい思い出を語っており、菊江が、 戦前の生活を必死に取り戻そうとしていた努力が、うかがわれる。皆、喧嘩をすることなく仲良しでした。高知城の周辺で遊んだり、運動会があると聞けば、皆で応援しに行ったり、楽しいことばかりでした。焼け跡時代の日本中が疲弊しきっている時でしたが、高知博愛園での生活はほっと息のつける、心温まるものがありました。当時の高知博愛園の子供の一人、 竹井2003ビット P316 より、飲用食事は茶舞台を囲んで、おばあさんも子供も一緒に同じものをいただきました。箸箱や茶碗は一人一人専用のものが用意され、茶碗はアルミではなく瀬戸物でした。ご飯には麦も入っていましたが、米が主体でした。お粥や雑炊の時もありましたが、おばあさんが、たくさんお上がりなさいよ、と言ってくれますので、 たくさん食べたように思います。当時の高知白愛園の子供の一人、竹井2003ビット P317 より引用引退。菊江の長男の義材は戦争から復員した後、母の菊江に老齢や体力の問題を理由として引退を進めた。他の息子や娘たちも賛成した。菊江自身は戦後間もない時代での白愛園の運営や、 子供の育成などが気がかりで、引退は気が進まなかった。しかし老齢に勝つことはできず、1947年3月末での退職を決意した。菊江は退職後も、公認者への仕事の引き継ぎのために園に泊まった。同1947年4月22日、菊江は子供たちと朝食を共にした後、皆に今までの楽しい生活に対して心からの礼を述べ、 子供たちの、おばあちゃん、さようなら、おばあちゃん、ありがとうの声に送られ、白岩絵を後にした。同1947年5月、菊江は高知市集へにある長男の義財の家に隠居した。義財は、高知県食料営団専務理事として、戦後の高知の食料流通の責任者を務めており、出張が多く、不在がちであったが、義財の妻は優しく、孫たちにも囲まれ、 菊江は穏やかな日々を送った。三女の千代が加わることもあり、久しぶりの家族水入らずの生活であった。それでも依然として、白愛園の子供たちのことは気にかけており、子供の下駄の破損を知ると、せっせと直していた。大園後に出生して戦死したものを知ると、鴨もに写真を並べて、悲しみに沈んでいた。同1947年秋より、 菊くは床に伏せることが多くなった。この頃に、千代が自分の進路が決定して楽しそうにしている様子を見て、菊くはこれから親が死ぬるという時に偉い、楽しそうじゃが、と言ったことがあり、菊くは自分の死期を予感していたとも見られている。冬に入り、古い知人や友人が頻繁に見舞いに訪れた。特に菊くの一番弟子である福士こと屋の島田久は、 当時の勤務先である高知県庁の仕事を終えた後に毎日、菊江を見舞った。12月には、菊江は1日の大半を床で過ごす身となった。12月12日、菊江は島田と長男の義材を呼び寄せ、二人に枕元でよさこい武士と橋剣を賑やかにやっとうせと注文した。島田らが賑やかに歌って橋剣を戦わすと、 菊江は床につきながらも上機嫌で、シワだらけの手で、音のない手拍子を打ち、声がチンマイとしたした。その夜より菊江は、昏睡に陥り、翌日も眠ったままであった。その翌日の1947年12月14日、老衰により、満80歳で死去した。明日はくしくも、日本史上初の子供の人権擁護の法律である。 児童福祉法交付の二日後であった。生涯において世話をした子供たちの数は346人、延べ人数にすると2000人に上った。死去から三日後、三女の治代が菊江の遺体を動かそうとしたところ、手足は重力に引かれるままに、だらりとぶら下がった。かかりつけの医師は、死後硬直がないのは、体内にバイキンが一つもない証拠、綺麗な自然死と驚いた。 同1947年、北寄基調の聖パウロ教会で、事前教会僧が営まれた。牧師の妻は、こんな綺麗な顔は初めて見たと、菊江の死に顔に見とれていた。高知事前教会の理事長である、大野武雄は、人生の務めのすべてを完全に果たし終えた人にのみ、許される、安らかな最後であったと追悼文を書いた。菊江は、 高知市丹中山の墓地に葬られ、墓碑には、おばあちゃんは、孤児、橋本愛子を抱いて、ここに眠ると刻まれた。橋本愛子とは、戦中に21歳で死去した孤児であり、その最後に、菊江が世話をしており、引き取り手もなかったことから、菊江は、私が死んだら、愛子と一緒に眠らせておくれと言っていた。これが菊江の唯一の遺言である。平成期以降にも親族に加え、 かつての孤児たちが人知れず花を供え、千香をくゆらせている。また、この墓所には、菊江や岡上家の者たちのほか、四国巡礼中に倒れて死去した他人の三人の墓も、ある。これは菊江が埋葬したものであり、これもまた菊江の白愛の精神の現れである。戦後、白愛園では、菊江の名乗った、その母の役職名が廃止され、代わって役職名は、園長となった。 白愛園の遠隔でも、菊江の公認者の役職名は、園長とされている。高知事前協会では、菊江の栄誉を永遠に称えるため、その母の名称を冠する、施設長は菊江だけとの目形が定められている。菊江の公認の二代目園長は、高知事前協会の推薦による23歳の女性だが、私的事情のために就任から9ヶ月後の1948年1月に、 退職し、1946年からそのに勤務していた武田治が三代目園長に就任した。武田は後に社会貢献者表彰など多くの賞を受賞するものの、着任当時は、菊江の公認という大役の重さから、一人で泣いている姿も見られたという。1954年、死後も菊江をした高知の人々の寄付金をもとに、 白愛園の園内に菊江の記念碑が建立され、石踏みには菊江が、戦中に、子供たちを、戦火から守り抜いた、際の言葉、おばあちゃんはここぞねの一文が刻まれた。この、おばあちゃんはここぞねの一文は、高知島姿の平和資料館、草の家が、土佐の先人たちの、自由、平和、友愛についての言葉をあしらったしおりを作成する、際に、 菊江のしおりの言葉として採用されており、2003年に高知新聞で菊江の生涯について連載された際のタイトルにも用いられている高知博愛園は後に博愛園と解消した。園舎の老朽化が進んだことから高知事前協会より新築が計画され、2003年6月に新たな園舎が完成した。落成式では子供たちが菊江のことを詩にした歌。 ここぞねを歌い、演者の歓声を祝った。談話コーナーには、菊江の着物が展示されている。2008年9月、高知市の劇団、座奏により、菊江の生涯を描く舞台、花一輪が、高知市、高須の県立美術館ホールで上演され、観客たちの涙を呼んだ。菊江が、自分の時間をすべて奉仕に捧げて無欲に生きたことについて、高知の帰還歴史と、 福祉主催者である前川光一は隠れキリシタンとして徳川幕府の異教禁圧霊下を生き抜いた父の起案と乙女から授かった武士道的根迫加えて不器の影ひなたのない誠実さによって精神が形成され少女気を叔父の家で絶え間ない労役と粗食で鍛えられたと見ている。菊江自身も叔父に労役を強いられていた当時は叔父をひどく恨んだものの それが、かえって八分の動機となったといい、後年に、現在の私があるのは、母の乙女や乳母の吹きと共に、おじのおかげと語っている。少女時代に、高知の南新町で苦学していた頃には、多くの武勇伝が残されている。近所に不良と噂の青年が住んでおり、ある時に青年が、恨みを晴らしてやる、あいつをぶった切ると、刀を振り回して暴れ始めた。菊江は、 私を切ってみーと青年を挑発して呼び止めた上で、恨みを晴らすなら祝い酒を飲んでからになされと家に誘い込み、彼を酔い潰した。青年は翌朝に、菊江に悟され、以来は真面目に働き始めた。死去の間際には、菊江宛に、あなたのおかげで、真人間になれました。これで安心して死んでゆけますとの手紙を残していた。他にも、夜道で追いはにに襲われたとき、 相手の腕を掴んでねじ曲げ、股間を蹴り飛ばして追い払った話や、日中に乱暴な男に絡まれた際、持っていた日傘で手を払って投げ飛ばした、などの話もある。白愛縁に、その母として勤務していた頃は、月給があり、夫のエゴの存命時は、彼の収入もあったが、そうした金は全て人々のために使い、自分や家族は、つつましい生活に努めていた。金がなくなれば、 父の義案から譲られたものを質に売り、坂本龍馬から送られたとされる担当すら手放した。私服を肥やすためと誤解されようとも、寄付集めのために奔走しており、集めた金はすべて白哀縁のために使い、菊炎のもとには一切残ることはなかった。知りし欲がないので、年を追うごとに貧しくなっていったと語る者もいる。明治女としての教養と気骨を合わせ持っており、 日頃から子供たちにしつけに厳しく、怖い人でもあった。しかし、そのオスだった子供たちからは、私が一番可愛がってもらおうたと慕われていた。菊江の心情を表す言葉として、菊江が公認の武田をに行った、口の人になりなよ、心の人になりよが挙げられる。口の人とは、外面だけの綺麗事のみを並べ立てる。 役に立たない人を指すものであり、心の人とは心のままに誠実に生きていく人を指す。菊江は武田に子供は何事にも敏感に反応します。養育する者が外面だけの綺麗事ばかりを並べ立てても何の役にも立ちません。心の人、心で生きていく人におなりなさいと語っていた。実著、三十四年の解雇において菊江は自身の使命と満足感を 以下のように述べている私の仕事は、社会のどん底を掃除する役目でございます。いわば社会のどぶさらいでございます。私の手塩にかけたる子供は、まだ大臣になった子も、不合になった子もございません。けれども三百人の私の子供が、一人も犯罪を行わず、良き社会人として、大工、理発師、村職人、百姓、電車の運転士等、 それぞれお国のために働いていることは、私のこよなき喜びであります。岡上菊江、34人の解雇、竹井2003ビット、P8 より、引用前列左端より、菊江、守、ま、る在、つるい、緑、義在。後列中央左は吹き、右は英語。後列両端は不明。家族一同の揃った写真は、この一枚のみである。父母の詳細については、 岡上じわや坂本乙女を参照。乳母の公文吹きは、戦術の通り一度は病に倒れたものの、菊江が教員試験に合格した後に回復し、その後も幾度もの縁談を退りけて岡上家に尽くし、1912年1月2日に死去した。菊江が教員時代に5人の子供を設けながら仕事を続けることができたことは、吹きの働きが大きい。 妹のマサエは、おじの家のある三北で18歳の時に結婚した。1894年に第二次開拓移住で、北海道へ渡り、愛国婦人会などで活躍し、夫婦ともどもに、周囲からの信望を集めた。夫に先立たれた後、約2週間の休暇をとって、北海道に旅行してきた菊江と35年ぶりに、再会した。終戦後は財産を失ったために、 隣人宅に引き取られて、家族同然の生活を送り、1956年8月27日に86歳で死去した。菊江の夫の英語は、教職の後、菊江が秋大に尋常小学校に転任した頃には、教員を辞して、軍役所に勤務していた。戦術の通り、菊江が白愛縁入りを決意した際には、反対したが、白愛縁勤務後は協力と応援を惜しまなかった。 キクエが、もろもろの辛さから、やめたいとこぼせば、お前がやらないで誰がやるぞと悟した。1924年2月、肺炎のため56歳で死去した。その後は、息子や娘たちが、キクエの仕事を支えた。キクエの本人の実施たちは、高知博愛園の子供たちとなんだ分け隔てなく、育てられた。娘たちが後年に、あの頃は、本当に、 私たちの母だろうかと、皆で言い合っていたと振り返るほどであった。次女の浜田鶴井は、1992年に、老齢で足腰を痛めて入院した後、高知出身の小説家である、大原富江の著書、サンデーへの恋文の影響を受けて、老いと死を受け入れた姿勢を病床で書き綴った。その作品、なんちゃ考えよりませなー入院雑感マイナスは、翌1993年に、 第2回、大原富江賞の随筆部門で最優秀賞として表彰を受けた。次男の岡上守在12月19日は20歳大前半から菊江の補佐を務めた。第2次大戦の終戦間際の1945年、当時は高知事前協会の事務局長を務めており、高知大空襲の際には菊江と共に子供たちを守り抜き、園が復興した様を喜んだ。 その後は70歳過ぎまで、高知事前協会の責任のある地位で働いた。三女の岡上千代は、日本女子大学を卒業後、修道所の道に進んだ。終戦後は、その人格の高潔さと、私的な手腕を連合国軍、最高司令官総司令部から評価され、高知県福祉推進のプロデューサーとしての役を果たした。1946年には、 GHQ の副市局副課長を務めており、5人の部下をまとめる立場にあった。その後は、日本国内外で、修道所として活躍し、2003年に、高知新聞で菊江の生涯について連載された際には、重要な証言を多く寄せた。2007年に99歳で死去した。戦術の通り、菊江の生母は、岡上寺安の妻、坂本龍馬の姉である。 坂本乙女とする説と、紀安の蕎麦目である、雲の吹きとする説の二つの異説がある。1940年に、土佐高等女学校から発行された土佐名府伝では、菊江自身が、私の母は乙女、乳母はきと表している。1941年の、アリス川の宮記念厚正資金戦勝録でも、菊江自身が、おじは坂本龍馬と述べている。また、 菊江自身の履歴書や戸籍にも母は乙女とある。この戸籍に対し、菊江が母が乙女であることを否定する者からは、市長の名が近年の人物のため、戸籍は改ざんされているとの指摘がある。しかし、歴史写真家の前田秀則は、過去の戸籍を演者が取る際には、現役市長の名が入ることは常識とし、また経験なキリスト教徒である岡上家に改ざんは、 ありえないと述べている。一方で1911年に、吹きが死去した際、高知の土用新聞の死亡広告には、吹きが、岡上家の席に入っていないにもかかわらず、岡上吹きの名で、菊江母と記された死亡広告、つまり吹きが菊江の母であるとの広告が掲載された。これに対し、小学6年まで吹きと共に生活していた、菊江の長女の亀貝緑は、 岡上家の出した広告ではなく、吹きが岡上生を名乗った事実はなく、死亡広告の内容にあるシーンも誤りであると述べている。この広告は、元氏族である菊江が久差別部落の子供たちの世話などの下働きをしたことに対して、岡上家の親戚である坂本家の縁の者が、その仕事を恥じて、菊江が女中の子だとの広告を出し、絶縁を宣言したものとも見られている。 おかがみきの名を示すものとしては、吹きの没後に作られた位牌にも、おかがみきの名がある。前田秀則はこれを、菊江が、行く先のない吹きを忍びなく思って、周囲から誤解を受けることも顧り見ずに、おかがみ家の一族として、後に作ったものとしている。坂本乙女、太平洋戦争中期には、高知の郷土視野である、橋爪園樹が、自らの歴史講義において、菊江が、 乙女の子であることを否定し、菊江の母が不器だとする説を唱え始めた。体格の大きい乙女に似ず、菊江が小柄であること、及び菊江の誕生が乙女の離婚後であることなどが、その根拠とされている。この橋詰めの説に対し、ノンフィクション作家の竹井優は、現存する乙女の写真を指し、大柄であることは認めつつも、虚婦のイメージは伝わってこないと。 橋爪の説を否定している。戦術の前川孝一らは、父からの起案の遺伝であれば菊江は小柄で当然と述べている。また乙女の離縁については、前川孝一は弟の坂本龍馬の脱藩に由来して、山内陽道に遠慮したことによる偽装別居であることが菊江の三女の所簡で解明されているとし、橋爪の説を否定している。 坂本龍馬研究家であり、坂本家の縁者でもある、土井春は、1968年の著書、坂本家傾向において、乙女の離婚が、菊江誕生と同年の1867年であり、一切に、満たない我が子を置いて、家を出ることは不自然との見解を述べている。また、菊江は、乙女との交流が十数年だったのに対し、吹きとの交流が七十年以上であったことも、 吹きが母と世間に信じられた理由の一つと見られている。一方では、菊江の母が吹きならば、菊江と吹きの交流がそれだけ長い以上、菊江は親のいない立場を悲しむはずもなく、孤児としての悲哀を感じた菊江が白愛縁のその母を引き受けたことこそが、母が乙女であることの証拠だとする見方もある。なお、菊江や子供たちは、 菊江は乙女の子ではないとの説を耳にしながらも、他ならぬ菊江自身は最後まで自分を乙女の子であると信じて疑うことはなく、子供たちも祖母は乙女と確信していたという。戦術の橋爪の講義の際の長考生に参女の千代がおり、母は吹きとの説に驚いて、母の菊江に問うたものの、菊江は嫌な顔もせず、ほがらかに笑い、 生まれた赤ん坊には、誰が母親かわかるもんじゃないぞね。子供は、この人が、お母さんと言われて育つもの。私も、この人が、お母さんと、ふきに教えられたから、そう思っただけ。言いたいを人には、言っていただいたらいいわと返すのみであった。ふきの子孫や、縁者の者ものも、菊くは、乙女のこと証言している。戦術の土井春は、菊くが、乙女の実施会中にかかわらず、 菊江の社会に対する功績には一切関係ないと述べている。前川光一は菊江の母が乙女であることを否定する説はいずれ語られることがなくなるだろうとも述べている。日本各地で養護や福祉に携わる人々は菊江の活動を以下の通り評価している。高知県で明治の頃にこれだけの人物が活動していたとは驚きました。 社会政策も情報も乏しく、子供の人権が尊重されていない時代に、子供と向き合うこと自体、大変進歩的なことでした。というより、周囲から変わった人と見られても、おかしくない。ところが、菊江先生は人生をかけて、子供にも身を捧げています。この生きる姿勢が素晴らしい。説得力を感じます。飯塚美希子、武井 p 89より引用を聞く絵先生は、福祉の仕事をしている私たちにとって、教科書的な存在です。心と体を存分に使っておられるところは、昔の人とは思えない。しかもくたびれない強い心を、お持ちのようですね。また、聞くえ先生はいつも子供のそばにいますね。子供の目に、姿が入る、目で終えるということは、子供に安心感を与えますから非常に大切な。 ことです。岡田里氏、吉尾夫妻、竹井2003ビット、ピアニッシも92から93より、引用厚生省の児童家庭局家庭福祉課の梶原厚は、菊絵の活動を表して、以下の短歌を読んでいる。我がままを皆受け止めて、子に注ぐあふれる愛と地母の眼差し人として尊ぶ、姿これにあり心に刻むおばあちゃんのぬくもり、梶原厚氏 竹井2003ビット P91 より引用を聞く絵が白愛園に勤務していた時代は身分差別が厳しく児童福祉法もなかったため、戦術の竹井優は本件のみならず近代日本の児童福祉の先駆者と評価している。戦術の前田秀則は福祉という言葉も一般化していない時代において、 延べ二千人の子供の世話をしたことを人間が作った神の領域をはるかに超えた尊い存在と絶賛している。前川光一もまた、菊江の活動を神のごとまで表現している。戦術の通り、菊江は、白愛園の勤務前に、岡山孤児院での勤務を希望しており、その設立者である石井十二を非常に尊敬していたが、竹雄は、菊江の持つ、 子供の養育力を石井十字を上回ると評している。太平洋戦争時の高知大空襲において、一人の犠牲者も出さずに戦争を迎えさせたことについて、竹雄は、その母としての功績のみならず、児童福祉に携わる者の無言の強い生き方が見られるとして、高い評価がなされなければならないと語っている。明治以降の土佐の女性たちを語るにあたって、 菊絵は必ず指を折らなければならない女性の一人とする声や身を削るような献身的な姿はマザー・テレサと重なるとの声もある。平成期以降においても白愛縁の子供たちは自然な明るさと礼儀正しさを兼ね備えていることに驚くとの声があり、この美風を前川光一は初代縁母である菊絵によって作り出され、後継の園長たちに受け継がれたものとしている。 実際、白愛園で菊江は子供たちに挨拶も徹底させており、ただいまと言わないと部屋に入れないと言ったように、正しい挨拶をしない限り、次の行動を許すことはなかった。一方で、死脳交渉、得た、否認といった身分制度の存在していた時代においては、被差別部落の子供たちの乳房を含ませ、彼らの下着を選択していた菊江の献身が理解されることは少なく、 社会的基盤の根底を危うくする異界の行為として弾劾されることも多かった。なお、ボランティア宣言都市を名乗る地元のコーチですら、菊江の検証の動きはない。幕末の偉人とされる坂本龍馬の名声に対し、菊江を知る人は少なく、地元のコーチですら、決して多くはない。これには、戦術のように、菊江の母が乙女でないとの説から、乙女を母と呼ぶ菊江が、 勝手なことを言っていると非難の声があることが一因と考えられている。一般に歴史は男系によって語られて継承されることが多いのに対し、岡上家では8代にわたって20歳代まで生きた男子がおらず、家系は女子が養子を迎えて繋がれてきたことなどがその理由との説もある。日本テレビの番組、知ってるつもり、で聞く絵が取り上げられた際には、 坂本龍馬のファンとして知られる武田哲也も、菊江の存在を知らなかったと語っている。ありがとうございます。